ここが王様のお墓かな。そこの愛国の者、我が国の神聖なる王母に何用か。よう不らちな侵入者め、王の呪いを受けてしまうぞ。私たち異国の文化に興味があってお参りに来たんですけど、中を拝見できませんか。でい、何人たりとも許可なく入ること、あ、まかりならぬ。かまへんやん、減るもんやなし。自分ケチやな、喋り方も変やし。その方こそ妙な鉛のくせに何を、あ、申すか。ここは許可のない者は立ち入り禁止だ。観光なら町を見て回られるがよい。じゃあその許可をくれる人って誰なんですか。ならば町におられる次郎長様を訪ねませい。あ、訪ねませい。わかったよ、町の次郎長さんだな。よし、みんな行こうぜ、次郎長さん探しによ。おじいさんのこと？あ、確かに次郎長はわしじゃが、異国の客とは珍しいな。あの、おじいさん、僕たちお墓に入りたいんです。は？ならそこの海にでも飛び込めばいいじゃない。ちょっとちょっとルカ君、その言い方だと誤解が。五郎太、我々はこの国の王墓へ入る許可が欲しいのだが、認めてはもらえないだろうか。これはいいなこと。あのようなところへ足を踏み入れたとて何も得することなぞありゃせんぞい。副葬品の類は全部売り払うて国費に当てよったので、もう金目のものもないしの。僕たちは歴史研究の一環として帰国の王墓をぜひ見学させていただきたいと。ほら、お墓に入りたいって言ったこの彼がリーダーね、ルカ君。あ、はい、見学の許可が欲しいんです。ああ、そういうことなら、そうじゃな。次郎長様、また例のあれが。ああ、もうそんな時刻かいな。最近満潮時にはいつもこれじゃ。あれとかこれってなんだよじいさん。最近満潮時になると住処を追われた猛獣どもが人里にまで現れよっての。少々危険なのじゃ。ふん、そなたらその獲物を見ればそれなりに腕が立つ様子、猛獣退治に一役買ってもらえれば許可を出すっちゅうのはどうじゃ。あー、ギブアンドテイクってわけか。悪くない話だと思うぜ。まあみんな、そうね、人助けにもなるならぜひ。おう、そんじゃお願いしようかの。やつらが現れる場所は大抵決まっておっての、この町の出入り口に向かえばええ。ただ数が数だけに少々骨が折れるやもしれんぞい。じいさん、大船に乗ったつもりで任せとけって。海の民のわしらに大船に乗れとは、こりゃまた粋なこと。この町の出入り口やね。ほなみんな行こうか。
みんな見て、あれがジロ長さんの言ってた猛獣じゃないかな。早速お出ましか。よし、腕が鳴るぜ。みんな来たわよ、気をつけて。怖くない怖くない。この調子でいこう。へへ、なんだ楽勝だな。そういう慢心は身を滅ぼす。獣相手とはいえ油断はしないことだ。分かってるって。ほら次来たぜ。シンク前進章、レッカー爆エンド、ヤッヤッ、攻撃シンデクルド、レッカー爆エンド。これでどう？やれやれ、僕はインドア派なんだけどな。狩りなんて趣味に合わないよ。ごめんコンウェイさん、無理に付き合わせちゃったかな。ああいや、ルカ君が気にすることはないよ。ちょっと愚痴を言いたかっただけさ。さあもう一頑張りしよう。来るよ。やった、真空前進章。やった、真空前進章。レッドレッドレッドバックエンジさせないよ。やった、させないよ。やった、真空いくよ。レッド、この調子でいこう。どうやらもう襲ってこねえな。これで全部退治したってことになるのかな。それにしても不憫ね。この国の水没さえなければ退治されることもなく人と共存だってできたでしょうに。千歳さんが言ってた、天上界が滅ばなければこんな天変地異が起こることもなかったって。へえ、千歳さんが言ってたねえ。あ、別に退治するのが悪いなんて言ってないよ。私はそういうことを言ってるんじゃないの。もういいわよこのおたんこルカ。そんな話もうええやな。あのじいちゃんとこに早報告しに行こうや。うん、そうだね。ジロ町のじいさん、サクッと退治してきたぜ。お、まことに退治してきたと。どうやらわしの目に狂いはなかったようじゃの。それでお墓の見学許可は。あんなとこ覗いてもなんもええことありゃせんのに、えらくご執心じゃの。そう、この彼のルカ君の趣味なんです、お墓の見学。どうして僕に振るのさ。いや、そのお墓ってその国の歴史を研究するにはすごく重要で。お、そりゃいい趣味しとるの。若いのに枯れておる。わびさびを介する見上げた異国の若者じゃ。ええじゃろ、わしが許可を出したと墓守どもに伝えるがいいぞ。これでルカ君も大喜びね。わーい。僕本当はお墓になんてできれば行きたくないんだけど。ん？なんか言ったおたんこルカ。いや、なんでもないよ。そっ、じゃお墓に行きましょうかね、みんな。
様よりお話は聞いておりまする。ささみなの衆、お通りなされい。あ、お通りなされい。現国王の次郎長様から直々に許可をいただいたのであれば、我らに足止めする言われはありません。ささ、お通りくだされ。ありがとう。現国王って、へえ、あの次郎長さんってこの国の王様だったんだ。うわ、広っ。ただのお墓でしょ、ここ。なんでこんなに広いのよ。王様のお墓なら大きくて当たり前じゃないかな。そうね、権力者がお墓を作るのは自分の権力を見せるための恣意行為だから。もっともここは神殿としての意味合いも兼ねているようだけど。ならここにもまた祭壇とともに目当てのもの、記憶の場があるということか。その可能性は高いと思います。天上界信仰の祭事を執り行っていた祭壇がどこかに必ずあるはずです。もし記憶の場があるとすれば、そのそばでしょうね。ああ、それにしてもうち、なんかちょっと息苦しいわ。ここまで階段で随分降りてきたからね。この辺りだともう海の底って感じかな。うん、そんなん聞かされたら余計気がめいるわ。少しだけ本気を出させてもらおうかな。
今のいい感じだったな。うん、この次も頑張ろうね。ちょっと待って、君に渡したいものがあるんだ。これは？ソーサラーリングといってね、君たちの旅の役に立つと思って持ってきたのさ。その指輪には不思議な力が宿っているんだ。念じれば力の塊を飛ばすことができる。ありがとう、コウエさん。どういたしまして。さあ行こうか。
の頃のものだろう。レグヌムの鍾乳洞で見た天上界の文字もある。この文字、鍾乳洞のものとほぼ同じものね。なんとか読めるわ。はじめは天も地もなく、原初にただ大いなる創造神のみありけり。彼、永劫の孤独を癒すべく、己の肉体を世界とし、神々を生む。世界と神々、長く共にありけり。しかし、癒しき神の溢れし時来たる。天は、癒しき神を人と貶め、地に落とす。以後、天と地、隔たること意図長き。アンジュさん、もうちょっとわかりやすく頼めね。つまり、天上界は、いえ、この世界のすべては、始祖の巨人から始まったと書いてあるの。始祖の巨人？この左側の大きな人型のこと？そう、この世界の創造主ね。この世界の初めには、何もなく、ただ巨人が一人いただけ。そして巨人は一人ぼっちで寂しかったから、自分の体から、世界と神々を生んだの。その後、神々は栄えたけれど、その中から悪い神が現れたのね。だから天上界の神々は地上を作り、そういう悪い神たちを隔離したのよ。天から降ろされて力を奪われた悪い神々は人となった。それから長い時間が経ったなぁと書いてあるの。じゃあ天上界から落とされた地上人が絵の右側ってことだね。でもよ、地上のみんなは自分たちが神の子孫だって気づいてないよな。俺たちは前世の記憶があるから知ってるけどよ。そう考えれば転生者って別に特別でも何でもないよね。地上のみんなが全員転生者のはずだしさ。いや、それは違う。転生は天上界だけで行われるものだ。神ではない地上人には起こり得ないはず。死んだ地上人の魂は死神の手で天上界に運ばれ、天の礎にされてしまうし、天上人の魂が地上に流れるなどありえん。地上人の魂を天上界に運ぶ役を担っていた元死神ヒプノスの俺の記憶だ。間違いない。でもこうしてありえてるじゃない。あんたや私がその証拠でしょ。地上にいても天上界での記憶も、天上界の頃の力、天術だって持ってる。それがわからんのだ。なぜそうなったのか。天上界が滅んだことが関係あるのかもしれないわね。天上界が滅んで帰るところのなくなった魂が私たち。でも天上界から地上に落とされた神が地上人になったって話はどうして地上に伝わってないの？みんなそんな話知らないよね。それは教団が秘密にしたからよ。地上の人々が全員元は神様だなんて知ったら宗教なんて成立しないもの。なんか悪徳ね。宗教を広めるために事実をねじ曲げるなんてよ。スパーダ君の気持ちはわかるけど、地上人の心をまとめるために教団の判断は必要だったのよ。自分を神だと思うような人間は必ず怠惰で傲慢になってしまう。もっとも今は無形のおかげで天上界への信仰そのものが薄れてしまったけどね。そうだ、僕は天上界と地上を一つにしたかったんだ。天上界の統一だけじゃない。イナンナとそういう話をしていた。アスラは天上界と地上を一つの世界にしたかったんだ。
覚悟なさいよ。やってきた。で、次行くよ。やってきた。やってきた。先天勝。よし、ファーストエイド。来た。やってきた。少しだけ本気を出させてもらおうかな。タヤチェリス、ついでにやって、タヤチェリス、真空破壊、それ、チェリスよ、ホテル、やって、タヤチェリス、次は誰？マジンケス、もうこんなもんか。
負けないんだから。さあ、やってやった、進撃決めて、くっ、じゃあ、あんた、優勝か、やってやって、魔人剣くらえ、これで一安心だね。少しだけ本気を出させてもらおうか。しまった、やった、進級破壊、ネックエンド、ネックは爆エンド、よし、魔人剣くらえ、やった、熱唱、よっしゃー、だ、だって、だ、しまった、すぐに行くよ、よっしゃー、吹っ飛んで。僕が勝つのは当然のこと。